佐藤拓磨です。ぜひ SRSK で、チャレンジしてください。アバンティクラス10周予選ヒート今スタート。さあちょっとセカンドが出遅れた、高田裕樹が出遅れた。さあトップは松本修吾、2番手にはどうですか、三輪が来ているような形。1コーナーから2コーナー入っていきました。さあしかし1コーナーから2コーナーもかなりスピードを落としている、ボトムスピードを落としている選手もいましたが、さあそして三輪が2番手続いています。そして高田がですね、どうでしょう、ちょっとスピード遅れたんですよね、スタートタイミングが遅れてしまいました。ポジションを落としているはずです。そして下り 25R トップで入っていきますのは松本修吾、2番手が三輪、そして3番手が山内。やはりイン側のグリッドがポジションを上げてきています。そして4番手がゼッケン、7番の葛西です。さあまだ高田の名前は出てきません。さあ高田はこれ5番手ですかね。さあゼッケン4番をつけます。ゼッケン78ですね、ゼッケン78、高田裕樹は4番手です。あ、5番手ですね、失礼しました。さあその高田ポジションを落としましたが、1コーナーでどうだ、ここは無理はしないか。さあ現在高田は5番手、前を行きます葛西裕樹に対しましてテールクーノーズ、間隔をさほどつけずにバックストレートを立ち上がっていきます。そしてそのまま3コーナーから4コーナー、高田が詰めていく、高田が詰めていく。さあそしてトップ2も接近戦です、松本修吾 VS 三輪。さあ下り 25R、まだまだレースは始まった直後、2周目に入ってきています。ヘアピンを立ち上がってくる、現在トップは松本、2番手三輪。さあそして少し離れまして3番手には山内、4番手葛西の後ろ、高田はほとんど距離はありません。さあ高田はポジションを上げてきてますね。さあなんとかここは高田スタートを切ってそのポジションを落としてはいたんですけれども、現在は葛西裕樹の後ろ5番手を走行しています。さあ先ほどオープニングラップでは高田ポジションを上げる勢いは見られたんですけども、あーっと1コーナー2台が絡んだ、1コーナー2台が絡み合ってもつれてストップをしましたけれども、コースに戻ってきました。そして1コーナー若干アウト側からですね、芝生、そして水もですね出ているんでしょうか、ダスティになっているかもしれません、アウト側。さあトップはクランクへと入っていきます。松本修吾がレースをリードをしていきます。どんどん逃げていっているところ、そして2番手ゼッケン、3番の三輪博之、3番手には山内です。面白いのは4番手争いと6番手争いの2台。さあ4番手、さあ並んでいく、高田が並んでいく、高田がここで並んできた、1コーナー高田がこれで4番手に上がります。葛西裕樹の前に立ちます。2コーナーを立ち上がります。さあしかし並んでいく、並んでいく、イン側が葛西、アウト側が高田、どうだ、並んでいく、まだ並んでいる、まだ並んでいる、4コーナーでなんとかここは葛西が抑えた。そして SG 下り 25R まで行きます。さあ高田もですねポジションを上げていくのであれば早め早めに上げていかないと予選チェッカーを受けるタイミング、自分がスタートしたポールポジション、失礼、セカンドグリッド、そこまで上がるのは難しくなってきます。早い段階でポジションを上げていきたいところ。そしてその後ろ6番手争いをする2台、6番手の富田誠也、その後ろ吉川です。さあ吉川もですね今年は頑張りますよ、見ていてください、そんな言葉を昨日交わしました。さあその吉川、予選7番グリッドから現在は6番手争いを展開をしていきます。さあ3番手争いをする2台、葛西裕樹と高田はまだまだバトルをしています。そしてその後ろです、富田誠也と吉川隆、下り 25R。さあその2台の後ろは少し離れます。さあ少し離れて斉藤真希を、そしてなんとその後ろにですね最年長66歳の小田宗隆です。ヘルメットもフラッシュイエロー、そしてマシンもご覧のようなフラッシュイエロー、コース上どこにいても一番見つけやすいカラーリングであります。さあその小田宗隆、またこのカラーリングはですね太陽の光を浴びると目立ちます。
さあそしてトップの松本修吾よりも早いタイム、ファストタイムを出してきたのが三輪博之です。さあトップ2、現在は3コーナーを回るところ、そこから S 字へと入ってきているんですけれども、松本修吾の後ろ三輪博之が縮まってきましたよ。その差下り 25R、 そこからヘアピン、そしてその後ろの後ろ4番手争い、まだやってます。4番手争い、葛西勇気 VS 高田勇気、勇気勇気つながりじゃないですか。さあそのダブル勇気バトルが最終コーナーまで入っていくところ、さあ最終コーナーを立ち上がりまして、ホームストレート、これで6ラップを消化、まだ4ラップあります、まだ4ラップあります。1コーナーから2コーナーを立ち上がっていく。さあトップ2、先ほどは若干その差は縮まったんですが、また松本修吾がなんとか持ち返した感もありますけれども、いやまだ離れてませんね、まだ離れてません。そして3番手単独総合が山内、そして4番手5番手はダブル勇気の葛西と高田です。少し離れまして、その後ろ吉川が6番手まで上がってまいりました。さあ吉川、先ほどまでは5番手、6番手争いですね、しておりました。そして最終コーナーを立ち上がってくるトップ2、これで7ラップを消化です。さああとは残りは3ラップ、前傾姿勢でいきます松本修吾。さあそして並びつつありますホームストレート、ダブル勇気のバトル、葛西勇気と高田、そして6番手富田誠也が吉川の前に出てきました、ホームストレート。さあまたまた吉川7番手にそのポジションを落としてしまいましたけれども、抜かれた富田をまた抜き返すことができるかどうか。さあトップ2、また若干距離が出てきた感があります。トップ2、松本修吾が三輪博之、若干その差を広げた感もあります。そして3番手単独走行の山内は変わりはありません。4番手はまだまだバトルやってます、まだまだつかず離れず離されず。その後ろ6番手争いも富田誠也と吉川、この2台も離れません。さあこれで8ラップを消化、9ラップ目に入っていきます。さあ最終コーナーの立ち上がり、高田勇気の立ち上がりがいいぞ。さあ1コーナーでどうだ、しかし1コーナーでインに入りきることはできない、葛西勇気が守っています。この4番手争い、そして5番手争い、激しいバトルが展開をされていきます。さあそして後ろから追い上げてきている選手もどうでしょうかね。さあこのゼッケン33番辻本拓磨なんですが、辻本は今10番手まで上がってきています。辻本拓磨10番手までそのポジションを上げてきています。実力はある選手の中の一人です。そして最終コーナーからホームストレート帰ってきまして、これで9ラップを消化、いよいよファイナルラップということになります。さあどうやら松本修吾はペースを戻しました。あーっと1台スピンはゼッケン78番だ、高田勇気がなんとスピンストップ、やってしまった。いいところを走っていたんですけれども、今年からステップアップをしてきましたこのアバンティクラスの鈴鹿、なんと最初の公式予選で2番グリッドを終えたんですけれども、レースは途中でスピンストップ。さあそしてトップグループ松本修吾はヘアピンへと入っていきます。2番手は三輪博之、変わりはありません。3番手ずっと単独走行山内、ちょっと寂しかった予選ヒートかもしれませんけれども、いやいや3番手でチェッカーを受ければ優勝へのこの2文字もつなげて決勝へと走ることができます。さあ最終コーナーから立ち上がるゼッケン46、松本修吾がトップチェッカー、2位チェッカーがゼッケン3番の三輪博之、